プリプリ、皆さんこんにちは、ゆびのこころです。はい、今日は皆さんにインスタグラムの方で募集したんですけれども、片思いのお話を聞いていきたいと思います。恋はね、最初は片思いから始まることが一番多いと思うので、まあ運命的になんかね、両思いから始まる恋もあると思うんですけど、だいたい片思いから始まってね、振りまかせたり振り向いちゃったりする恋が多いと思うので、そういうお話を皆さんから募集したので、ぜひ最後まで見ていってください。レッツゴー。片思いってでも楽しくない？片思いしてる間が一番自分磨きが進む気がするって思う。絶対振り向かせてやるっていう、なんか謎の意地を張っちゃうから。諦めの悪い女なんですよ。諦めようと思った時に限って珍しく連絡来る。つらー、なにそれ、待って、めっちゃ辛くないそれ。諦めよう、もういいと思って踏ん切りついた瞬間に連絡来たら絶対無理だよ。心だったらまたコロンと好きになっちゃう。それは自分が辛くならない方を選んでください。諦めって難しい。諦め、なんか人生諦めることが一番難しいと思う。最近思う、自分の意思を変えるって難しいんですよね。片思い楽しいかと思うけど割と嫉妬しちゃう。あー、確かに確かに。でもそれは皆さんは片思いしてる時相手に伝える派ですか、それとも隠して片思いする派ですか。それによらない心。心は多分片思いしてる時相手に伝えちゃう。なんかね、めっちゃ分かりやすいんだ多分。めっちゃ目で追うし、かっこいいね今日もとかめっちゃふざけて言っちゃうから辛いよね。でも好きな人が女の子とさ楽しそうにさ話してたり、男の子と楽しそうに話してたりしたらさ、まあ、私と話してるよりあの子と話してる方が笑顔とかさ、なんかそういうの気にしちゃうよね。めっちゃわかる。諦めた瞬間からその人に意識される。なんか多くない、諦めた瞬間に来るの。それさ、ずるくない？ワンチャン狙ってんじゃないそれ。俺は好きになれないけど俺のことは好きでいてほしいみたいな、そういう人と赤にいるからね、たまに。そういうのはマジで気をつけた方がいい。本当にね、ダメのところがあるから見抜いた方がいいですよ。好きな人に彼女がいたけど3ヶ月待ち続けて今では幸せになりました。おめでとう。よかったね、彼氏さんが選んでくれて。こうやって一途はね、報われる時もあるの。本当に思うけど、一途はずっと一途でいれば報われるってよく言うけど、いやそんなこともないぞって最近思って。報われる恋もあるけど本当に報われない恋もあるんですよ。だからそれはいかに自分が諦めがよくできるか。気持ちってそう簡単に変えられないからね。それだけで人生を左右するからね。いや思わない？誰か一人を好きになったがためにさ、自分の人生めちゃくちゃ変わらん？なんなのって思わない？なんでこの人のためにこんなに人生左右されてんのって思うけど、好きっていう気持ちってすごいよね。相手が学校に来てないとちょっと悲しい。あーわかる。片思いの時ってさ、別にさ自分彼女とか彼氏でもないのにさ、相手が学校にいないとかさ、めっちゃ心配になったりさ、悲しくなったりさ、あーもう今日学校来た意味ないとか思っちゃうよね。めっちゃわかるそれ。だからね、実際付き合う前よりね、片思いとか両思いなのを分かって付き合う前とか、そのぐらいの時の方がね一番学校行くの楽しかったりする。好きな人からいきなり電話かかってきて、そこから寝落ち通話した。いいなぁ、寝落ちね。好きな人でしょ、付き合ってないのに電話して寝落ちしたんでしょ。もう今の若い子たちはすごいね。部活とかの姿を見れるだけで頑張ろうって思えた。わかる、めちゃくちゃわかる。中学とかもう高校とかってやっぱ部活ほとんどの人が入ってるじゃないですか。あ、自分も頑張ろうって思えるよね。それも片思いの時に見るとめちゃくちゃなる。なんかあの子も頑張ってるみたいな。うちも頑張んなきゃ、勝手になんかね影響されてるのはマジである。何なんだろうね、好きな人がやってる部活ってバカかっこよく見えるよね。特にユニフォーム着てる姿とかえぐいよね。世界一かっこいいって思うもんね、その瞬間。半年くらい片思いしてた人に勇気出して告白した思い出があります。すごい。自分から告白する勇気が心はなくて、心は好きだよって伝えて言ってきてっていうのを待っちゃうタイプの人間なので、いいですね。何ですか？本当ですか？これ乙女なんですよ、実は。でも目の前でマネージャーさんが心のことを完全バカにしてる目で見てるんですけど、全然全然遠回しなことをするんだな。そうです、向こうがこれ俺のこと好きなのかなってなるぐらいの気持ちは伝えますね。でも直接的には絶対言えない、恥ずかしい。これ赤面症だからすぐ顔真っ赤になっちゃうから。だから片思いしてる時とかは好きな人と話すだけでマジ顔真っ赤になっちゃう。振り回されるタイプですね。
ムカつくもう振り回されてしかない恋愛で。本当に何なんだろう、なんでこんな振り回されてるんだろう。でもなんか振り回されてる自分も楽しいって思っちゃう。それがダメなんですかね。2年間片思いしてました。すごいな、2年間か。結構ですよね、2年間って。だから本当に人間って人を好きになったら周りの友達とかに、あれはやめとこ言って言われても、いや分かんないじゃんみたいな、そんなの分かんないじゃん、実際ちゃんと話してみたら違うかもしれない人が、そういうことにねかけようとしちゃうんですよ。でも片思いはマジ大事だと思う。片思いすることって本当に人生の中でするべきだと思う。好きバレしてますでも振り向いてくれません。いや難しいね。めちゃくちゃずっと片思いしてた子って逆に相手にいざ振り返られるとあれってなっちゃったりする子が周りに結構いて、蛙化現象っていうのかな。片思いしすぎるとそういうことにもなっちゃうから、なんか難しいんですよね。ずっといい感じだった子に告白したのに振られました、思わせぶりはやめてほしい。本当にそれな、思わせぶりってさ本当辛くない？なんでそういうことするのってめっちゃ思う。でもこれ思わせぶりにまんまと引っかかるタイプなんでダメだよね。片思いで好きになれば好きになるほど多分周りから客観的に見たら思わせぶりでもないのに、それが思わせぶりに感じちゃう時もあるんですよ。そういう時はもうやっぱ第三者の意見を一番聞いた方がいいと思います。一人の人をずっと忘れられません。忘れさせてくれる人が現れるまで忘れなくていいと思います。いいこと言うじゃんって感じなんですけど、近い日に現れるかもしれないし何年後かもしれないけど、忘れさせてくれる人がいつか現れる。片思いは自分磨きの道具の一つとして使うぐらいの軽い気持ちっていうか、いい、好きは好きでいいんですけど、あんまりもうダメダメダメってならないように皆さん楽しみながら片思いをしてください。人間諦めることが一番難しいんですけど、諦めることも時には大事なのでこれからも頑張っていきましょう。はい、ということで今日は皆さんの片思いのお話を募集していろいろとお話ししてきました。またこうやって皆さんの恋愛話とか聞けたらいいなと思うので、ぜひコメントとかで教えてください。はい、ということで今日もこの動画を最後まで見てくださりありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。